32年ぶりの円安水準について、広島商工会議所の池田会頭は、地元経済への影響に懸念を示しました。地元経済全体にとりましてはですね、マイナス影響が大きくなっているんじゃないかなというふうに思っております。広島商工会議所の池田会頭は、32年ぶりの円安水準が地元経済に与える影響について、決して一面的ではないとした上で、全体的にはマイナスだと厳しい見方を示しました。一方、水際対策緩和に伴うインバウンド需要については、円安がプラスに働くと指摘しました。また、今月から始まった全国旅行支援について、国内の観光にとって大きな需要を生み出すなどと述べ、地元観光産業にも追い風になるとして、期待感を示しました。